はい、こんにちは、ブルーホースです。まあ、せっかく動画をご視聴いただいてますんでね、最後まで見てってください。そしてチャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら、ますますテンション爆上がりなのでね、ぜひよろしくお願いします。ということでね、いやーもうなんか冒頭からテンション下がりますよね。こんなさ、なんかよくわかんない。二十歳ですよーって訴えてきながらさ、85歳くらいまでのサイズ縮んじゃったやつでね。これ多分そのあれだよ。元々の身長とかじゃなくて、元々は185センチくらいあったんだけど、なんか虫の影響でどんどん身長を食い散らかされていった挙句、しかも20歳って歌ってるけど、実は85歳というね、4倍速で年を取ってってるっていう、ね、じゃあ20歳か。見た目も85歳になってるんですけどね。うん。まあ奴隷に過ぎないなって言ってるけどね。でも結局さ、横の執事たちよりも、弱いってことは、虫に操られてたかわいそうなあれなんだろうな。っていうか、羊たちさ、ああいう見た目の寄生虫に変わっちゃったってわけでしょ？元は人間だったのがさ。メラトンフレンズ。誰が友達や？気持ちの悪い。本当なんかサラザールが RE4 でどんな感じの、その、まあ、フォルムはもう出てきちゃってるけどさ、どんな感じの見た目で、じゃないや、どんな感じの中身で出てくるのかってすごい楽しみだよね。ただのその坊ちゃんのままな状態なのかね、それともなんかもうちょっとかっこいい感じに、こう、うまい具合にアレンジされているのか、ドゥーン。めっちゃ落ちてくるやん。あー、やばいー。あいつらほんと、正気がない、痛い！正気がないような見た目で、だからか。だからその遠慮なく、その、ロケランをぶちかますことが、あれ、カッチカチやん。バン！ニャン！セクハラ！ビシッ！あ、近い。このね、ボウガンがね、地味に、近いわ。ボウガン野郎が地味にね、嫌なんだよね。よし。よいしょ。撃っといて。だから逃げるなっちゅうの。なんでしゃがん、急に弁を催したか？すまんな。オッケー！おー！上手！うまっ！いいね、今のは。天才的。好き。近い。OK、こけた。はい。ほら、お尻のシゲキックスをしたせいで。はい、頭のシゲキックス、ちょ。OK。あ、なんでそ、どこやって、そら死なねえ。うわー、もったいねえ。無駄な一発やっちまったな。どこやってんのよって。よいしょー。もう、なんで、こいつらを倒すのめんどくさいから。オーケー。逃げられても困るからね。久々に出てきました。マシンピストル。で。心臓、バック。こっちもバック。振り返るバック。ぬぬぬぬぬん。オーケー。おー。急にハゲきたな。あれ、おー、弱っ。あれ？もしかして、膝が弱点だった。膝が弱かった。まあ、そんなこともドゥーンしといて。で、もうこれで全員倒してるかな、一応。多分大丈夫だと信じたい。開けます。大丈夫かな。よし、降りよ。これでなんかもうちょっと急にイラン敵とか出てきてさ、もうなんか、ビビり散らかされるとかそういうオチがあったら嫌なんだけどね。オッケーオッケー。大丈夫そうだね。ハンタマー解除。本当なんでこういうのってさ、まあ、ゲームだからこそのはあるのかもしんないけど、なんでこんな仕掛け作ってんのよって、すごい不思議に思うよね。何を目的としてこれをやってんのかなって思うけど。まあ、そんな小さいことは気にするな、それ。オープンセサ。閉まるセサミ、割るセサミ、押すセサミ、伸びるセサミ、振り返るセサミ。オッケー。で、でーん、大胆に締める。うえぇ危ねえんだよな、これが結構ね。どうしようかな。まあいいよ、このままで。ほい。で、なんかちょっと下から大量発生してきて。これは、こっち振り返る。あれ、ちょっと待って、1体しかいないぞ。ほい、オッケー。ふぅ、バックドロップ、甘いわー。え、ちょ、なんだ？どっから？ What？ ほ？あらー！
え、ちょ待って、今、え、もしかして壁越し？うわー、そん、あ、しかも、こ、うわー、あんだけ激しい戦いやったのに、またこっからかよ、マジかー。これが、まさしく、圧倒的絶望なんだよなー。しゃー、やっちまったなー、おりゃー。そんな、ライフルで撃たれたからってそんなよろけ方はせんだろがい。落ちてこいや俺、行って誰か刺してこいや言うた、行って誰か刺してこいや言うた、ぬん振り返って、これいらんダメージ、ちょっと待って、んなんでこういう時だけ正確に撃ってくんね、くっそ、誰がなめんなよハゲ、これ下手くそ、こっち下手くそ、そっち上手、おら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 、遠かったら、一体なんでこんな回だっけ、こんな皆さん正確に撃ってらっしゃるんですか、おら寝とけ、おらおらおら、ちょっと待って、まだどっかから狙ってきてんのやろ、お前、そうそう、うおー、マジでー、なんかあの吸盤を後ろにプチュって刺された、あっく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 っ、って言ったところで最初の戦術と変わらないんだけど、ポイ爆発しといてもらって、とりあえずこっちにチラッと映って、もういらん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 、オッケーで、お前も、おー、ちょっと待って、これいける、いける、無理無理ですよねー、キック、くっそ、これ一発で死ぬんか、まだ首がズシュってなる音、なっと感慨、やばい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 、逃げる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 、うわー、ちょっと待って、いや、まあ、ロケラン受けて受けてる方が不思議なんだけどさ、それ食らうのかよ、わー、なんかもうなんか一番最初がうまくいってただけにさ、なんかすごいショック痛いん、すごいショック、ほんとあんなさ石越しにさ鎌で切れるなんてさ、鎌で切ることができるなんて、もうほんともう鉄を切る、うおれことのできるさ、もうゾロアークくらいしかいないよね、ポケモンになっちゃったよ、わー、もう発狂するわ、ウリやで、まだ他にもいる、今なら許したんで、後ろ振っておりかえって、いない、大丈夫、じゃあサイバーセキュリティ、おめえらはよお呼びでねえんだわ、はい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 、で、開けるドン。とりあえず破壊しておいて。いやー、マジかー。ちょっとそっと開けて。全然そっとじゃなかったけどね。あいつらは、そっか、下から来るってのが分かってるんだったら、燃やしちゃえばいいんだな、ほっといて。さあ、来るか来るか、うれ。あ、ちょっと待って、早かった、全然声が聞こえてこないけど。あはぁ、くっそ早かったな、全然だな。おらおら、もう投げない投げない、そんな、もう荒くれな、荒くれたことしちゃダメよ。おれ、おめえらもだよ。なんもしないんか。何？自分の役目は終わった、みたいな、そんなあれなの。ほい。もう一丁、ほい。あ、ちょっと、ある意味上手だな。裏、打ち抜いたぞ。開けて、もう一丁開けて、まあ、とりあえずチャプター3の2をクリアするまで頑張ってみるか。あと何が残ってたっけ、覚えてねえな。拾って振り返って、でとりあえず装填キラリ、あれ、ちょっと待って、なんか今目の前にいなかった、気のせい、いないね、大丈夫だね、よし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 、ここで拾って、なんと、まあ、ありとあらゆるところに宝物は落ちてるものだよね。ありがたい。さて、じゃあ、このまま先に進んでまいりましょう。オープンセサミ。特にここら辺にアイテムはないかな。で、こっちもない。こっち、あっち、あった。よしよし。で、大胆にもあげる。
宝石、カラス、あ、くそ、森。下手くそ。ま、そんなこともあるよね。で、中庭に向かって進んでいって、オッケーオッケー。オッケーオッケー。あーん、あーん、ダメです。ああ、そっか、思い出したわん。今ので分かったわんです、わん。ああ、マジか。そうか、ここ、なんか、別になんか苦労するとかじゃなくて、非常にめんどくさいんだよな。迷路で迷うっていうことはまずないんだけど、それとは別で、シンプルにワンちゃんが苦手っていうね。本物のワンちゃんは好きなんだけど、自分もあの、ウェルシュコーギーを買ってたからね。ウェルシュコーギーかっこいい、かっこいいし、かっこいいし、顔がキリッとしててかっこいいし、で、目がクリッとしててかわいいし、何よりもね、あの、喜んでる時が、そのコーギーって知ってる方知ってると思うんですけど、尻尾がない犬種なんですよね。もともと牛追いをやってた犬で、で、牛を追うと、その自分よりも、まあ、短足だから、まあ当然でかい牛に、まあ、尻尾踏まれちゃうわけなんですよね。だからその尻尾が踏まれて痛いってなっちゃうくらいだったら初めからない方がいいんじゃねって言って、最初に生まれた時に切り落とされるっていう、まあ、ちょっと、まあ、残酷なようで、まあ理にかなってるみたいなね、うん。そういう生き物なんですよね。めちゃくちゃ可愛かったな。お尻が尻尾ないからさ。でもお尻が生えてたところの名残はあるから、振ってるのがわかるんですよね。お尻がもっこ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 ってなるから。でもその尻尾振ってるというよりなんかお尻がもっこ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 動いてるってね。これわかる人いたら嬉しいけどなぁ。まあ、そんなことはどうでもいいや。そこでさっさと進んでいこう。さあ、ここちょっと緊張するな。ワンちゃんってさ、そのスピードが速いしさ、なんか、ガナードとは違う、なんか恐ろしい、届いてねえし、意外と腕が短かった。ねえ、ちょっと、その違う動きをしてくるからね、若干どころかめちゃくちゃ苦手なんだよね。ほら、ほら。だからこっちも機動性のある武器で戦っていかんと、多分一瞬でやられちゃう。で、できる限り、その、危険因子は排除しておきたいっていうのが、ビビリな僕のやり方なんで、あ、ちょっと待って。うわぁ、マジか。影分身してきて。回避率が上がってる。マジで？めちゃめちゃ体力アンバン。もう、緊張しすぎて、なんだろう。語尾すらもいかれてる。いやーきついなー。人生と一緒だよねー。それが楽しいんだけどさ。なんとなくこう最近、まあ、悟りを開いたわけじゃないけど、こうなんて言ったらいいんだろうな、すごいその目標達成とかっていうのにさ奔走するのがなんかこう若い時はよくありがちというか、まあ僕も今その目標というかね、まあ自分で会社を起こすんだとか、こうコーチングとか、まあそういうのを通じて、こう若い人たちの助けになるような仕事をやっていきたいみたいなことを、まあずっと考えてはいるんですけど、あ、ちょっと待って、これがさ、5、6発で死ぬのにさ、ライフルは3発いるの。体力の加減がよくわからん。まあいいや。そう。なんだけどさ、こう、やっぱり夢を、その夢そのものを叶えていくっていうことも、まあ、すごく大事なのかもしんないけど、それ以上にこう思ったのは、それを追いかけてる間っていうのがすごいこう尊いというか大事というか、その時間がどれだけあるかっていうことが、まあ、人生のその幸せの総合値をこう高めてくれるんじゃないかな、みたいなことをこう勝手に感じてる次第なんですよね。だから、その、目標が叶った瞬間とかっていうのもすごいこう、やりきった、みたいな。痛いんですよね、食べないでください、美味しくないですよ。だってマフィア味だもん、どんな味だよ。百味ビーンズでもない味だぞ、それは。とりあえずこっち。どうしよっかな、鬱陶しいけど、まあ、無視するか、そのまま走っていこう。もう、さっさと抜けちゃおう。そう。だから、なんだろうな、その、何歳の時点でこうなってたいみたいな目標とかって持つこともすごくいいと思うけど、それが、まあ、なかなか見つけらんないとか、そもそも、その目標を持って生きることすらも必要がなく
ないんじゃないかなっていうことを最近思ってきて、まあ、何かっていうと、その何かを目指している、で、それに向かって、それに近づいているとか向かっているとかっていう状態をこう味わうのもすごく大事なことではあるけど、なんとなくこの時間が長く続いてほしいなとか、なんならこの時間が永遠に、続くこと自体がまあ幸せなのかもしれないって思えてたら、まあ、人生って、その、社会的とか金銭的って意味じゃなくて成功してるんじゃないかなっていう気が個人的にはしてきたんですよね。だから、その、確かに僕は一般のね、サラリーマンで夜中にこう暖房器具もないようなこう1月2月の真夜中に一人で嫁さんと娘さんが寝た後に一人でしっぽりとこんな謎のテンションでゲーム実況をね、もう30歳の男がやっているっていうこと自体が、旗から見たらなんかちょっと頭おかしいんじゃないのとかって思うから、思われるかもしれないけど、でもなんかこの一人でなんかベラベラ喋っているというか、もう特にその僕って人の話聞くのが苦手というか、あんまり向いてないんで、見えた。黒かったね。そう、なんかエイナとかが白いパンティーとか入ってたら逆にギャップ萌えするけど、なんか黒履いてるとなんか安心するなっていう感じがするよね。そう、だからまあこういう一人で、まあ、誰かが聞いてくれてるんだろう、 もちろんその特定の人が、あ、私聞いてますよみたいなコメントとかくれたらすごい嬉しいし、もう時たまコメントとかもらえたら、もうなんかもう本当返してる言葉はもしかしたらなんか淡々とした内容かもしれないけど、実は狂気乱舞してるっていう感じなんで、まあ、実はすごく嬉しいですね。だから、まあ、一人でこうやってベラ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 何の目的もなくこうラジオ感覚で喋っているっていう時間がこう意外とこうストレス発散にもなるし、幸せだなって感じるところではあるんでね、まあ、そんなこんな言ってたら、チャプター3の2が終わりましたんでね、なんか最後ちょっとなんか自分の人生訓みたいなものを語ってて非常に申し訳なかったんですけど、最後まで動画ご視聴いただいた方、本当にありがとうございます。ついでにチャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけたら、本当に狂気乱舞発狂して全力で雑種そこら辺して近所迷惑になる自信がありますんで、ぜひお願いします。ということでね、本日の動画も最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。